久野康成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。こんにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日はですね、成長への階段、まあ我々会社入るとですね、技術、どんな会社入っても技術の習得がいるんで、まあ通常階段っていうとこういう同じね高さの階段、こういうことをこうイメージするね、同じ角度。実はですね、私思う階段っていうのはこうじゃなくてね、うちの会社だと会計事務所だと簿記の3級取ります、2級取ります、1級取りますね、まあ、最後有資格会計士に取りますとか、階段の状態がねこういうね放物線状になって、これどう違うかっていうと、最初に見えるところで自分の角度が決まる、自分の勉強スタイル、よし3級を取るぞっていうとこの角度でしょ、この角度で勉強したやつっていうのは2級でつまずくのよ。そしてじゃあ2級も取れましたとかっていうと、この角度で今度勉強してもね1級取れない、どこかで技術がつまずく、自分のイメージした角度っていうね、成功していくっていうか技術の階段上がっていく角度で、で次の高さっていうのはね、前クリアしたものよりも相当高い、むちゃくちゃ高いから、この角度を間違えたことによってその次のステージに入り込めないっていう現象が起きるってことを私は簿記の試験で習った。もういや、だいたい3級から2級に行くの2倍は難しい、2級から1級はねこれね2倍強だね、2倍どころじゃないね、4倍ぐらい難しいからね。で1級から会計士多分ね2倍ぐらい難しい。こういう難しさで考えると、努力の仕方っていうのは頂点のここが見えるかなんだよね、最初に。そうするとね、この努力量をこういう形でね抑えないといけない。要は最初にピークを最初の段階でここに上り込める、努力量ね、努力量をこういう形で、これをねグリップっていう、何にグリップする、そうすると実力っていうのはね、実力はねこういう形でついてくるんです。実力は結果としてね、結果としてこういう努力するんだけれど、努力と実力との間にギャップは出るから、でいずれね努力は実ってくるんですが、ここの間のギャップっていうね、どんなに努力してもなかなかね成長しないなっていう時期ってある。で、まあ、この角度で勉強してクリアしました、3級クリアしましたいいけど、まあ、2級がねずっと受かりません、2級までクリアしたけど1級受かりませんとか、でもそもそも3、2、1ってあるんであれば9がだよ、最初から1級目指さなきゃダメよ、ね、2級会社では2級まで取ることになってますとか言ってさ、うちの会社それで2級勉強してたらさ 100% 1級なんて取れない、だ3、2、1って、ね、そこに1級があるのならなぜ最初からそこを目指さないのかなと思っちゃう。じゃあこのグリップっていうのは、まあ、努力していくものなんとか私考えてるんですけど、人生ね今どんどん長くなったでしょ、で働く期間を長くしなきゃいけない、これなぜかっていうと最初に年金が崩壊するのよ。もうこれはねもうすでに構造的に見えてる未来なの。今の状態で今の少子化のスピードを見ていくと、この少子化のスピードってね国の予測なんていうのははるかにこう早い少子化スピードが実際に起きてる。だって未婚率のこの速さなんてもう出生率である未婚率だ、もう構造的だよ。で今人口トータルで見てるから減ってないように見えるけれど、例えばね20歳の人の人口減、
何年前と比較してとか、もうちょっと若い世代で見るとここの激減数ってすごいのよ。だってこ私なんか今年卒業する人は何十万人です、どんどん下がる。トータルで見るとね、日本の人口っていうのはそんなに減ってなく見える。これなぜかって言ったらみんなが長生きしてる。でもその世代における人口減って見るともうむっちゃくちゃ減ってるのよ。今の出生率って考えていくとこの減り方って本当にびっくりするほど減ってんだ。だから我々ね、トータルの人口がアナウンスされてるから、これはね、長生きによって相殺されてるだけで減りが少なく見えてるだけだけど、最初に年金っていうのは構造的に崩壊すると今度何が起きるかっていうと、まあ75歳からね年金を給付始めますよって、これも絶対なんだ。我々が年を取って75歳までってなると、我々は大学を出てからね、で大学出る年は変わんないのよ。これどんなに我々長生きになってもよし大学は30まで行かせようとかってはならない。大学はまあ22、3でね卒業ってなっちゃう。これは決まっちゃってんだよ。ここが変わることはない。ということは働く期間が50年を超えなきゃいけない。50年後そうするとね、何に対して我々グリップしていくのかってところを間違えると大変なことが起きる。自分の努力する方向性、何らかの努力をしプロフェッショナル化していかないと機会にとって変わられちゃうわけでね。でこれこの努力する方向、昔だとね、例えば家を建てますって言うと、もう大工さんが家を建ててくれた。大工さんのね、この非常にスキルかかるものってね、カンナの使い方なんですよ。カンナをねより薄くこう引く。でも今家建てるのって工場でパーツがね、ブロックが作られて組み立てだけじゃん。カンナなんて宮大工ぐらいしか使わなくなっちゃうのよ、そのうちも。でも昔その技術が家を建てるにはもうみんな必須だったの。だからそれをずっと習ったのよ。日本のね、20世紀のこの戦後の技術っていうのは日本人が手先が器用でね、工場における加工技術だった。日本の製造業の本質っていうのは加工する技術なのよ。つまり旋盤工とかね、昔は金型作るのにも金型っていうのは手先が器用でそれを手で作ってたわけよ。金型、今 3D プリンターでできる時代になっちゃったよ。金型でコンピューター、旋盤も NC 旋盤で機械化できちゃう。コンピューターがね、物を削ってくれる、削ったり伸ばしたりなんとかしたりで手作業でやってたのよ。機械を使いながら道具を使い、だからいわばね、大工さんがのみとカンナで作るようにね、家を、そういう時代が手先の器用な日本が製造業でうまく、そうすると今の製造業っていうのはパーツの組み立てで済むってことはね、これアイデア勝負になってきたわけよ。どうアイデアを企画するかね、イギリスで発信をしたねダイソンのように、技術的にそんなに優れてるのかっていうとアイデアじゃん。アップルの携帯だって技術は、だってこのタッチパネルは日本のしかも古い技術じゃん。でもその組み合わせによって新しいものが出来上がるわけということは、その創造性によってね、製造業っていうのもまた大きく変わってきちゃう。製造業のあり方が、私ちょっと一つ言いたいのが IT な、今 IT バイアリーでしょ。 IT って何って言うと、 IT の言語、プログラマーになるっていうのは IT の言語を使って大工さんがカンナで削ったりね、こう何のみみのみみののみね、のみね、のみでこう削ったりとかね、もうこういうもんだ。でもこの私ね、 IT の技術っていうのはみんな絶対過信しちゃダメね。これはね、何を作りたいかっていうアイデアの方が重要で、技術の方っていうのはもうあっという間にブロックにされる。
機会が作れる。でここでね、みんなね、いやプログラマーになろうとかさ、いいんだけど、こっちの方の技術50年後にどんな状態になってるのって言ったら、ここの技術革新のスピードなんてもうめちゃくちゃ速いの。そうすると何を作っていきたいのかっていう、そっちの上流の工程の方を考える。つまりね、我々が習得すべき技術っていうのはより上に向かっていかなきゃいけないの。経営のトップマネジメント、ミドルマネジメント、ロアになるとね、技術革新によって、まあ、要は構造的に我々の技術が陳腐化しちゃうのはね、ロアマネジメントの部分。ここで今オペレーションで使ってる技術っていうのはどん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 ね、陳腐化のスピードが速い。だけどミドルマネジメントとトップマネジメントに関連するマネジメント能力っていうのは、これはね、人がまだ人がやらないとできないとこだから、ここはねそんな簡単には陳腐化しない。でトップマネジメント、ミドルマネジメントに我々要求される技術って何かっていうんだよね。私一つ思ってるのはやっぱり会計とね人事、会計の技術と人事。だからやっぱり簿記の習得とかね、これやっぱり大事だよなと思ってるんです。だから人事的なコンセプト、人事のコンセプトっていうのは組織論、人をどのようにマネジメントしていくかっていうのは、これはね人がいる限りなくならないからさ、ここの発想っていうのも正しく研究していくとね、今後50年間働く中で皆さんはずっとロアマネジメントの下のところをやってるとね、これね職を失いやすいんですよ。だから、汎用的な技術を、に対してのクリップはマネジメントスキルを高め、こっちに持ってった方がいい。そして会計と人事の能力っていうのはね、非常に重要になっていくんだよね。今我々のコンサル、まさに会計と人事ね融合してる。これは私がグリップしてると。ここポイント、どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。